皆さんこんにちは、スルベイです。まあコロ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 ね、盤面ばっかり変わって申し訳ない限りですけれどね。まあとりあえず今回はこれでいきます。まあ、今回はっていうからね、もう何回やったか、もう7回か8回ぐらいやってる。やり直しというよりね、ダメージ100億に至らなかったりしてやり直しっていうことが多いね。まあ落とされることは減ってきたから、まあその辺は進歩はあったんだけど。今回チャンスピを作ってくれるね。ありがたい。それだ。まあその姫さんのスキルだったらね、動き封じられるからな。まあそういうカードを使えば。あとは青かハートボックスか絶やさずくしてればね、なんとか一応は維持できる。まあターンがちょっとね、凍結ターンがちょっと短くなるのがネックか。これか。よし、いいね。あ、それがあったか。もういい加減黙ってろ、この。もう黙らせる。3ターン。もう動き封じてやった。あまりしつこい。よし。でこれでまだ2ターンの凍結があるからね、この間にちょっともう今のうちに少しでも消しとかないと。いや、まあ鬼の犬間に選択っていうからね、もうこういう動き封じられてる今だから狙わない手がない。よしよし、もうこの間にもう早めに浮島君につなげたい。あと25個か。たくさんあるな。HP もできれば万全な状態にしておこう。プリズムボールとかほっといても作るからね。しつこいのよ、そいつ。動きさえ封じてしまえばな、いくらか。まあネック編ね。まあ今回はまずネック編で。まあその子は今回はネック編効果とかそれ以外の外部的なところのサポートで入れてるからね。まあ左端のチャンスプヨのところにね、左上のね、2つね、まあネクストプヨのところをね、ネクストプヨのところをね、こういう感じでさ、チャンスピオンに変えたりとか、そういう効果ね。そういう外部的なところでね、今回活躍してもらおう。
構ダメージ減ってるじゃん。2段階上がるキャラはいない。よし。ってことはだな、最後にその子使うとして、これあれか、自分で計算倍だもんね。だからまあ童話の効果生かすような消し方するしかないか。あ、これだ、よかった。いいとこまで行った。まだわからん、童話の効果が残ってる。まあ間違いない、本当重要だからさ。よし、三分離。いや、知らんけど、どれだ今のは。本当にわからんかった。よしよしよし、よく突破した。よかった。やっと突破できた。うん。まあでもなんかここでリタイアとかしたらさ、データ消えてしまうかもしれないから。もうとりあえず時間過ぎるまで待とう。まあ私のまあ目的は達しましたけど。よかったよかった。このデッキ作るまで苦労したよ。まあ、100億突破するのが目的だったからね、私は。よかったよかった。なかなかスタイリッシュにこのダメージを出せと言われて出せるもんでもないですね。もうあんな、なんだろう、あんな長打の軽打の出せる人の気が知れない。よっぽど研究したんでしょうね。私には真似できないけど、カードあってもそもそも 腕前とそもそもそのカードの特性とかそっちの方の知識がね、追いつかないから無理無理なの。127億か。うん、そうそう、127億、100億突破やね。よしよし。いや、ここで手に入るワイルド像がね、ありがたくてね、少しでも近づけたいんですよ。ちょっと今はね、あげたいカードもあったりするから。よし。いや、今回スノヒメさんとかそういったね、バルキリードルルさんとかね、そっちの方のカードに使われた部分がある、うん、いや他のカードも目覚ましい活躍を見せてくれてね。さて、あとスルベだけになります。まあそっちの方でもね、前回はそのスルベアカの方でやたらかかったけど、今回はどうだろう。でも前回と違って今回はね、デーモンサーバントさんも、うん、アポスさんも、ね、星7になってるからね、いくらか心配は減ってるはず。前回は星6だったりしてたからね、ほんと。それで挑んだりとかして、どうにかこうにか切り抜けたようなところもあったし。さあ、それでは、失礼します。